はい、皆さんこんにちは、タツです。今日はですね、キャノンの EOS R3 のですね、この間の夏に、更新されましたファームウェアのアップデート、今まで 1.2.0 だったんですけども、バージョンアップしまして 1.2.1 の、ファームウェアが発表になりました。この中にはですね、いろいろ機能が更新されまして、例えばですね、カスタムドライブモードのカスタム連続撮影の項目が追加になったり、動画の機能ですとハイフレームレートが追加になったりっていうか、まあいろいろ全部で15個ぐらい項目があるんですけども、その中でもですね、僕がすごく気になった機能、タイムラプスの動画が追加になりました。アップデートをすることによって追加になりました。今日はこの、タイムラプスの動画についてちょっといろいろお知らせしたいと思います。まずですね、キヤノンのソフトウェアのダウンロードのホームページからですね、ファームウェアをダウンロードします。カメラの R3 のそのファームウェアですね、1.2.1 を選んで、さらにその先ですね、ご自身の使っているパソコンの OS に合わせた、ファイルをダウンロード、パソコンにダウンロードして、そこから始めます。パソコンにそのファイルをダウンロードしましたら、まずは回答をしてですね、そのファームウェアのファイルを書き出します。その、ファイルをですね、今度は SD カードにコピーして、でそのコピーした SD カードをこのカメラにもう一回入れてですね、後ろの、メニューボタンから、選んで、ファームウェアのアップデートをしていきます。はい、じゃあソフトウェアのアップデートをしていきたいと思います。まずですね、この写真と、動画のビデオのスイッチを動画側に直します。で、メニューを押して、左上のですね、カメラマークの5番目、ここの項目の一番下にタイムラプス動画しないっていうのがあるんですけども、ここを選択します。でこれはもうすでにアップデートしてるんですが、アップデートするとですね、ここがしないとする、選べることができまして、これするですね。はい。でここが細かい設定画面になるんですけども、撮影間隔、それから撮影回数、動画の記録サイズが指定できますね。あとは露出で、まあ、自動露出にするか、まあ、1枚目の露出を固定するか、いろいろ選べます。じゃあここはですね、試しにですね、5秒間隔でやってみましょうか。ここですね、これをまた選択して5秒、はい、で OK します。で枚数、300枚だと約25分ですね。もうちょっと短くしたいと思ったら、これを250枚に変える。250枚、はい、はい、そうするとこの一番下にあるんですけども、ここですね、約20分間、撮影しまして、8秒の動画が出来上がりますっていう設定なんですね。でこれでまたメニューボタンを押して元に戻ります。はい、ではタイムラプスの、動画の設定が完了しました。で今度ですね、その先に進むとですね、こういう画面が出てきまして、そうですね、露出設定を行ってくださいっていうので、シャッターボタンを 全押しすると、
一度ですね静止画が撮れます。でそのままで良ければ、動画ボタンをね、押すとタイムラプスの、動画撮影が自動的にスタートします。はい、ではタイムラプスの設定が終わりました。では実際にね撮影してみてその撮影例をね、ご紹介したいと思います。でまず一つ目なんですけども空の雲の動きをですね、10秒間隔で、250枚撮影しました。時間にすると約40分で、8秒のタイムラプス動画ができました。ご覧ください。はい、タイムラプス動画いかがだったでしょうか。今日はですね、すごい風が強い日で、空を、ね、流れる雲をタイムラプスで撮るのはちょうどいい日でしたね。はい、じゃあ、次の例に行ってみましょう。とある、スクランブル交差点の、ね、人の動きとですね、バスロータリーに出入りするバスの動きを撮影してみました。3秒間隔で、300枚、撮影します。時間にすると15分ぐらいですね、かけて、撮影してみました。ではご覧ください。はい、2例目の作品はいかがだったでしょうか。まあ、タイムラプスらしいね、こう細切りした、動画が、できたと思います。で今までタイムラプスを撮影するとなるとカメラのインターバル機能をですね使ってそれで撮影したすごいたくさんの枚数の、写真をですねパソコンに、コピーして、ファイナルカットプロ X を使ってるんですけども、そういったソフトですね、タイムラプス動画を作るっていう作業を今までやってました。でこの R3 のこのねファームウェアのアップデートで、タイムラプス動画ができるとなると、これは動画を撮る人たちはねすごく便利ですよね。撮影枚数と撮影間隔と画像のね大きさを設定するだけで、あとはカメラが撮影して終わった後も、動画のファイルまで作ってくれるっていう、こんな便利な機能はないと思います。今回はですね、R3 のファームウェアアップデートで、すごく気になったところをピックアップしてご紹介しました。はい、これからもどんどん更新していきますので、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。